そんなに言語化しない人もいるからね、正しい信仰を。なぜそこに道がいるのかを。わざわざ言わない人いるから。俺みたいにもうめんどくさいから。さあ、こういう時にはね、私はね、安定の霊能になりますか。それとも勝負する霊能になりますか。まあ、対抗が出たら一番いいっすな。たら私はもう、あれです。つられますよ。無礼正座しませんよ。そんなことなんかどうでもいいんだよ、私にとって。そんなのは皆さんがやってください、もう。無礼正座は。太鼓を出てから。だって、釣られるんだから、俺が正座しなくたって、だってみんなが決めなきゃいけないんだから、俺の正座がなんか役に立つかっていう話だからね。聞かないでしょ、俺の正座が。この通りやれ、こういうふうにやってくれって言っても。音が出てない。申し訳ない。音をちょっと。うわぁ、音が出てない。音が出てない。ように、一応立ち回っていこうと思いますので、まあ、ヘイトは別に向けてもらってもいいですし、僕は自分の態度を活用に立ち振る舞うだけなので、まあ、いろいろと楽しんでいきましょう。9番のプレイヤーが発言します。あ、お願いします。はい。まあ、5番さんが占い師で私にしろハークです。はい。私も、6番さんが言ってたけど、招集だから、その1だから、潜伏するべきとかっていう、のではなくて、招集が出たの印象いいなと、5番さんに思いました。
で、6番さん、7番さんっていうのは、まあ、2周目地かなとは思ってます。しっかりグレー考察聞いて判断したいなと思ってます。で、7番さん、7番、6、7はね、で、8番さんっていうのはちょっと全く理解できないなと思ってます。はい。2周目もこんな感じだったら、村かどうか分かんないですけど、8番さん釣りになってしまうんじゃないかなと思ってるから、8番さんは2周目頑張ってほしいです。役持ってるならいいですけどっていうところ。私も2周目頑張りますね。はい。1番のプレイヤーが発言します。お願いします。5番さんに関しては正直別に真とも偽ともどっちとも分かんない状態なんで、生産に関しては落とさないけれども、ごめんなさいね、あなたの白崎の9番さんがちょっと気になりました。87センサーで7と8の優劣をつけたそのあれっていうのが私視点はぶっちゃけ分かりません。7も8も変わらないし、8に関しては、自分サイドのあれが勝つって言ってる人物ですよ。で7に関しても、結局トップバッターで占い師とグレーしか出てない状態だから、7がそんなに伸びないのも分かるけれども、8番に関してもそこまで触れてないから、7、8で優劣をつける意味が分かんないし、優劣をつけるのであれば、6、7の精査で、じゃあ時点でどこが悪いっていうのをつけてもいいかなと思ったから、9番がちょっとくせえなって思った印象です。はい、6、7、8に関しては私は2周目だと思いました。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、今日、例の決めを打ちますよ、僕は。それだけですね。芸能のことしか考えてないので、皆さんがグレー精査してくださいよ。2番目とかになったら、ロラシマスっていう人って、時間の使い方うまく使ってくださいよ。芸能って発言前に考えといて、どっちするっていうのを手短に言って、で、占いとグレーの精査に時間かけた方がいいですよ。うん、そうしましょうね。皆さんがやるべきこと、皆さんが決めるんだから、最後に。そうですね。ってことで、それですね。まあ、とりあえず、簡単なゲームですよ。津村って言った人は悪なんですから、悪は釣りましょうよ。あと、騎士を炙り出す人。悪い人は釣りましょう。簡単でしょ？うん。悪い人釣りましょうよ。進路の可能性もあるし、教授の可能性もあるから。以上です。3番のプレイヤーが発言します。まあ、そもそも霊能が一角するかもしれないから決め打つかどうかなんてわからないでしょ。まあそうだね。いやまあ単純に6番さんは進行論だけだったんで、まあ1番さんは9番気になるって言っても7、8の方が俺は気になるけどね。7番さんのなんか好きなようにしていいっていうのもそうだし、いやもう両人外じゃない、7番8番って俺思ってるから。まあ9番が優劣つけたって、ただつけただけで、俺は7番、8番、人外だと思ってるから、まあ、2番さんに関しては突っ込んだけど、2番が霊能とかの線が高いんじゃないかなと思っとって、まあ、両人外に行くのって、7、8で2人外の4番が人外、もしくは5番が人外の、これの3人外で、俺はちょっと提出しようかなって感じ。まあ、4番が占い師で出るかどうかは分からないけれども、占い師出なかったらどうなのかな、わからんようなんで。4番のプレイヤーが発言します。おはようございます。占い師じゃありません。占い師じゃありませんので5番さん確定ですかね。気になったところというか、2番さんその位置で霊能の話いるかなと思いましたけど、伏線を張ってるのか、だったら別に霊能の話しているかは、まあ、グレーの話した方が色は落ちやすいのかなと思って、まあ、2番さんあんまり色を落としたくないのかなと思いました。6番さん特に色落ちなくて、まあ、7、8番さんなんですけど、まあ、そんなに、黒いなって思わないけど、まあ、7、8番さん特に2周目頑張る人なんだなと思って聞いてました。まあ、1番さん、9番さんに突っ込んでましたけど、まあ、そこまで過剰に9番さんに突っ込むほどの要素だったかなと思って聞いてましたね。まあ、ただただ単純に9番さんが直前の8番さんの発言が、まあ、このままあったら釣られるんじゃないかなと思ったぐらいで、そんなに優劣つけろつけないのっていうのは、そんなに、過剰に突っ込むとこかなと思いましたけど、1番さんは。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。なので9番さんは、強靭で、2番さんが、霊能ですかね。僕ですね、まあ、一番気になったのは、騎士は絶対出てほしいですね。3番さんの、
78が、怪しいって言ったのが、ちょっと理由がよく分かんなかったので、ありがとうございます。だったら僕は8番さんか、そうか、2番さんが例のなんですもんね。今のところ一番印象悪かったのが8番さんですかね。なんていうんですかね。マウント取っていくっていう発言と、僕サイドっていうのがちょっと引っかかったところですかね。なんか結構村人の人の思考をぐしゃぐしゃにしそうかなっていう感じだったので、今のところ8番さんが気になってます。9番さん、強靭ですね。6番のプレイヤーが発言します。これさ、叩くわけじゃないんですけど、2番さんみたいな発言する人が僕は一番精査しづらいんですよね。わかんないんですよ。なんだろう。例のも出てきてないし、例のじゃ選択。どういうことだ、これ。チャットで書いてるけど。よくわかんない。2番さん、例のってことなんですか？ん？これがちょっとわからない。2番さん、霊能ですか？もう一回教えてください。じゃなかったらじゃないっていいんだけど。5番さん、目線の9番さん、狂人だとしたら、二郎でどこだ？ 5 番さん目線。7、8。わかんない。ちょっとごめんなさい。俺、7番、8番さんに関しては完全に2周目だと思っていたから、1番さんが9番さんを叩く構図が俺にはちょっとわかんなかったんですよね。マウントを取るどうのこうので引っかかってる5番さん、そこまで叩く要素かな、黒要素かなと思ったんですけど。3番さんがね、騎士が確定していて、7番さん、8番さんを二人外だって追った発言をしたんだったら、まあ、騎士確定したんですけど、1番さんに対しては気にならなかったのかなとかは思いましたけど。9番さん、これでも本当に2周目期間とは分かんないですね。2番さんのムーブが分からないかなって俺には思っちゃいました。精査できない人を釣りたいかなって思っています。5番さん9番さんの真偽っていうのはちょっと9番さんの話かなと分かんないかな。9番さんは真の占い師で白もらったから潜伏して盤面見て出てきたって可能性あるかな。7番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いいたします。2周目頑張りたいと思います。そうですね、6番さんに言った通り、自分も2番さんのそんなんだ考察的な、これからの考察的なのよくちょっとなんかどうなんだろうって思っちゃったかな。うん、だけどそこはあんまり今回重きとしなくて、今回に関してはその9番さん8番さんあたりのところを見ていこうかなと思ってます。多分9番さんどうなんだろう、最初8番さんなんかちょっと嫌だなみたいなこと言ってたんだけど、それでなのに対してなんで後から来て白って言うんだろうと思って、占い師使用してちょっとそこ引っかかったかなって感じ。うん、だから釣られたくて強靭になるかなっていう感じで見てます。なんで、どうなんだろう、8番さんに関しては特にないのかなって感じ。うん、でそうだな、そこの9番さん叩いてた、その、なんだ、1番さんでしたっけ？ 1 番さん、どうなんだろう？わかんないな。俺の中で今、その、とっておき怪しいっていう人物っていうのが出てきてなくて、どうなんかな。このパターン、ちょっと意外と、いつも占い師が3人出てくるパターンが多いから、9人村の時。どうやって、精査していけばいいんだろうって感じ。今ちょっと迷っちゃってます、ごめんなさい。どうなんだろう、一番さん、わかんない、ごめんなさい。8番のプレイヤーが発言します。はい、ごめんなさい。自分目線も7番さん釣りでいいと思います。もうこれ市民でもいらないでしょ、もうだってわからないしごめんなさいって言ってますし、うん、もうその時点で多分残して、もし市民であれば市民サイド負けますよね。ですので、8番に対して僕に対してね、こう怪しいとか言うのはいいんですけど、今あなたがしないといけないことっていうのはグレーなんですよ。まずグレーが誰か多分分かってないでしょ。グレー1、2、三角騎士王なので4、6番、グレー5の盤面です。7番さん目線ね、なので今日は僕は7番さんに入れます。まあ同じサイドかもしれないですけどね。
あえてそう言う。9番のプレイヤーが発言します。はい、ツリーちゃんは2番さんと3番さんに任せますよ。はい。まあ、私、5番さんが狼だった場合、私、片白もらってて、で、1番さんっていうのは私を叩いてたということは、私を経由して5番さんの審査員にもなってるから、5番さんが狼だった場合は、1番さん狼っていうのはないのかなとは思ってますかね。まあ、5番さん狂人だった場合は、1番さん狼っていうのはあるかなとは思ってますが、まあ、発言でおかしかったのは7番さんかなと思ってます。はい、はい、あ、ごめんなさい。はい、まあ、発言がおかしいというか、まあ、全然釣り位置も言わないし、分かんないで済ましたところがおかしいなとは私は思ってますかね。まあ、それでは6番さんも結局は何も言わなかったんだけど、6番さんも6番さんで、2番さんの霊能者潜伏っていう言葉にずっと発言に引っ張られてたというか、それでどうのこうのって時間取ってるのも違和感は感じたかな。うん、この盤面が2番さんにしか出てないんだから、もう6番さん、2番さんに触れる必要はないかなと思ってますから、私は現状6、7の欄でいいんじゃないかなとは思ってますが、岸さんと霊能さんに釣り位置は任せたいと思いますけど、私は7、6の欄でお願いしたいと思ってます。1番のプレイヤーが発言します。7番さんでいいと思います。7番さん落とした方が、まあ、7番さんの色分からんけど、私視点はいろんな意味ですっきりしてくるかなって思ったから、はい。私ね、もし5番さんがローだった場合っていうのは、全然4番さんもあると思いました。5番さんローで潜伏が確実にいるって分かってる状態の4番さんが平和村ですねっていう盤面を構成できるから、プラス、あと、まあ、今のところ盤面的な感じで4番に関しては言いました。あと7番に関しては、もし、7番強人名はないと思いますよ。強人名はないと思う理由っていうのは、7番が強人だった場合って、9が占い出てて、7番強人だった場合、9に対して結構突っ込んで、8に対しても突っ込んで、9か8どっちかに殴りを入れる行動をすると思ってるから、7強人も否定されて、だから7ずり一本指定だと思う。7白結果が出た場合っていうのはもうすぐなでしょうね。って思いましたけど。8に関しても、8がもし、まあ、急進進行で行くのであれば、8がもしスムラだった場合っていうのは、強人だった場合っていうのは、7を釣り押す行動って、まあ、なかなかないでしょう。それか、6番か、後半1の1か4のどっちかに釣り値を持って行動すると思ってるから、8の強人目もあんまりねえかなとは思いましたけれども。まあ、見捨てる可能性もありますけどね、ご主人様っていうの。まあ、わからん。でも今の状態では8強人には見えませんでした。っていう理由から6番さんにはそこまで触れてないけれども6、7で比べた時に関しては7番の方がちょっとくせえなと思ったから7番落とした方が私視点は次の日、すっきりするかなと思いました。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、どうでしょうね。まあ、佐藤さんの意見も参考にして出てあげればいいんじゃないですかね。まあ、棋士がもう出てしまってるんで最高いませんがね。まあ、とりあえず、まあ、浅田さんの意見を参考にしますか。まあ、好きなところにおのおの入れればいいんじゃないですか。もう棋士が出てしまってるから。まあ、黒い人はどこなのかね。5番だったら2色をいるわけで。9番だったら5番の色次第。まあ、まあ、結構、どうなるかね。昔医者になるのか、簡単医者になるのか、はっきりとしてるような感じはするけどね。頑張って勝ちを目指しましょうという。まあ9番どっちがいいかなっていうのを変えていかなきゃダメなんじゃないですか。まあ、サムさんの意見も参考に、安定上、上げてもらって。まあ、考える時間、最高以内でいいのね。じゃあもうそれでやるからね。乗っ取られでももう知らないっすもん。はい。じゃあもう、3番新規しない。じゃあ、あとは3、1はお願いしますってとこですね。まあ、5番、9番、難しいな。発言がね、伸びてる人と伸びてない人ってこう出てきてる。あー、難しいよね。この人が話し合いないだろう。まあ、考えるしかないじゃないですか、その人を。まあ、黒だと思ってたところすればいいと思うんですけど、まあ、サンバさんにお任せしますよ。断定時は。はい。
3番のプレイヤーが発言します。7番なんでもいいけど落として、まあ、色結果だけ見て、まあ9番欲しいんじゃないかなと思うけどね。盤面的にもそうだし、まだ9番の1番がないっていうのはちょっと弱いなと思ってるよ。いや、9番殴ることによって5番の審査機じゃなくて他に出てくる深夜のスリよりだから、9番の1番ないは変だよ。おかしい。あと6番もおかしかったけどね。2番が霊能じゃないって思ってんだったら他に霊能出すべきだから、まあ7番でいいんじゃない。さすがに無理でしょ。でも7番さん多分できないでしょうね。多分わからないけど、なんか申し訳ないけど、まあ、初心者なのかなって感じだし、釣られて当然って感じだから、まあ、7番以外釣るところはないでしょう。持っても一緒だと思うんで、7番いきます。4番のプレイヤーが発言します。まあ7番処刑でいいかなと思いますね。まあ、7番残っていても次以降で黒なのか白なのかってよくわからないね、発言から。まあ3番さんが6番さんに対して言ったんですけど、まあ、6番さんはそんなに何だろうな、4番さんに対して精査しづらいなって言っただけで別に偽を追ってなかったのかなと思いますね。まあね、そこは精査一緒だったんで、まあ、2番さんがまあ霊能なのかなって感じはしましたけど、発言からじゃないなら精査しづらいなと思ったんで、まあ、そこは6番と似てましたね。偽だとは思わないけど、あの発言だけで2番さんがね。まあ、7番さん落とすんですけど、まあ、単体でなんかどうなんだろうなって疑ってるのは1番さんですかね。まあ初週に言ったんですけど、まあ、1番さんの球の振り方がすごく違和感があって、9番に対して7番8番の優劣をつけたらみたいな、いや9番は単純に8番に気になった子があったから8番に突っ込んだだけで、そこを1番は9番に求めすぎなのかなって思ったから、それを6番も同様で1番の9番の振り方気になっているっていう主張をしているのに、1番って2周目でそこの言及ではなくて、5番狼だったら発言ではなくて4号のつながりはあるよねとか、発言ではなく盤面の精査の精査話しかしてないから、なんだろう、あんまり精査する意欲ないのかなと思って聞いてましたね。少なからず4番と6番にあの振り返されたら何かしら返答があってもいいのかなと思って聞いてましたね。だから1番に関してはクエスチョンです。人外かもわからないけど返答がないんで、何もわからないけど疑ってありますね。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな…ノーノーノー。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。はい、まあそうですね、まああんまり意見が述べれないということで、まあ、釣られて当然なのかなって感じです。申し訳ないです。そうですね、あんまり言いたくないですか？すいません、初心者です。はい、ここは、まあ、ゲームやってる以上、ゲームやってんだからグレーなんだよ。ゲーム上では言ってはいけない感じなので、あとは、まあ、言えなかったんですが、まあ、今、皆さんの意見を意見を伸ばすっていうことが、まだあんまり場面の見方とかも分かってない状態だったので。普通の人うん、誰がグレーなのかとか、誰はそうやって見ていけばいいのかとか、まあ、全く分かってない感じでした。ああ申し訳ないです。すいません。夜が更けました。誰かの真似人狼に気をつけてください。で、みんな釣りちゃんいないとダメだから、釣りちゃん頑張ってあげるんですっていうのやっていかないとダメだよね。今だったらまあラッキーだよ。ほんとラッキー。昨夜追放された者は人狼でした。笑ったわ。マジで笑ったわ。夜が明けました。いや、私の霊能はお任せしてよかったよ。1名の方が亡くなりました。3、4番のプレイヤーが発言します。ほら、黒なんだ。じゃあ普通になってどうなんだろう。結果が8白。あ、隠し白か。で、7黒。で、1白。ああ、そう、9番線1白か。
まあ、5番落としでいいんじゃないんですかね。まあ、とりあえず7黒落ちたんで、とりあえず5落ちって終わんなかったら、占いが新京ってわかるんで、まずその盤面から見たらいいと思います。そうですね。9番が1白か。まあ、別に1番が黒いとかではなくて、どう思ったのかって聞きたいので、まあ、対話がしたいなと思って1番には別に投票はしていませんね。まあ、6番が1番投票しているんで、まあ、どういう意図で投票したのか、まあ、自分と同じような意見なのか聞きたいですね。7黒か。面白いですね。5番の8に行きます。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。そうですね、9番さん強靭で、7番さんで1人黒が落ちたので、1番さんは、初週から、僕7番さん全然黒く見えてなかったんですけど、まあ7行くって流れだったんで、7行ったんですけど、まあ8番さんから始まって、7釣るっていう流れが生まれてて、で、1番さんも強烈に押してたので、1番さん、7番さんが白だった場合は1番さん怪しいなとか思ってて、で、だけど黒やったので、1番さん初週であんなに強烈に身内切りはすることはないかなっていうふうに思ってるんで、1、4、6で言うと、まあ4番さんと6番さん。4番さんは昨日もまあ7釣りでいいかなっていう中で、なんかちょっと濁ってた感じと。で、6番さんの発言は、昨日の2週目って、まだちょっと色が見えてなかったんで、ちょっとごまかしたのかなっていうふうに思ってますね。4番さんか6番さんに、から釣っていくのがいいのかなっていうふうに思ってますね。まあ、占い師、決め打ってもらえるんであれば、強靭、確実な強靭の9番さん行ってっていう感じなんですけど、なので、今日は、4番さんか6番さん発言聞いて、今のところちょっと4番さんを怪しく見てるっていう感じですかね。さっきの出だしの黒だったんかっていうのもちょっと演技臭いのかなって僕は感じたので、7番さんの相方は4番さん、1番さんはちょっと1日目のあの強烈な7番さんの叩きからは考えにくいなっていう感じですね。はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。7番さんが釣られた理由っていうのは、発言が伸びなくて様子が落ちない、SE1 にされかねないからっていう理由で釣られてるわけなんですけど、昨日の発言では4番さんとは視点っていうのは結構似てるなと思っていて、僕も1番さん怪しむ視点があったんですよ。1番さんは強靭視点で話してる。なんか強靭目がないっていう発言を頭に話してから人外落とすんだったら1番さんなのかな。なんか強靭探してる感じが1番さんの強靭っぽいなと思ったから、人外かなと思って僕は1番さんに投票したんですよね。7番さんに対しての発言と8番さんに対しての発言、1番さんのねと思いました。で、4番さんが今日ちょっと気になったことがあって、7番さんが狼って分かってる段階で、じゃあ今日5番さん落とせば、わかるよねって言ったけれども、5番さんは7番さんに投票していて、57ローローだったら8番さんに白打ってる場合じゃないと思っているんですよ。占いに手をかけたい4番さんは、今日の発言はちょっと狼に見えちゃったかなっていうふうに思っています。ロラをするのか君落ちをするのかっていうのも言わないし、難しいなって思ってますね。でも7番さんで黒出てるから、じゃあ村人の視点をスッキリするんだったら5番さんでいいと思うんだけれども、5と7がつながってたら8番さんに白出せないと思ってますね。僕5番さんが狼だったらって考えてます。8番のプレイヤーが発言します。ちょっと説明しましょうか。まずね、もうこれ盤面的にもう黒初日つれて、2-1 で、ね、もう霊能も確定してるんですよ。で、カングレが4-6なんですよ。で、これ4番、6番の殴り合いなんですよ。どっち釣るかって話です。4番さんが6番叩けない。6番さんが4番叩けた。これが全てです。なので4番釣りです。これね、7番さんも覚えててほしいですね、できたら。まあ、そう言ってね、カングレって言うんですね、これ。言うと全員目線で追わないと、多分自分目線だけだと追えてこないです。常に全員の目線から黒がどこにあるでしょ、ここだったら釣れるでしょ、縄はあるでしょっていう感じで説明していくのがこのゲームの原点なんですよ。それができた上で、
心理戦のやり取りになるので、まあ、今日はもう4番さん、それはもう釣りの言うは、はもうどっちにでも、そういうことですよ。6番を叩けないという1点です。以上です。9番のプレイヤーが発言します。6番を叩けない。6番さんが7番投票。まあ、私、4、6、どっちでもいいんだけど、どっちかを言って、黒連れてるんだから、どっちか言ったらどっちか占えるんだから、私目線それですっきりするんだけど、はい、仮に4番さん占って、白だったら、仮に6番さん釣ってね、そしたら私4番さん占えるから、白出たら5番さんが狼だし、4番さん黒出たら5番さんが狂人だから、なお全然足りると思ってるんだけど、うん。5番さんは、5番さん目線、9白だから4、6どっちもいけるんじゃないとは思ってるけど、まあ、2番さんに進行任すけどね。5強。あって5強だった場合。まあ、昨日3番さん噛まれてるってことは、多分5番さんって強人だと自分は思ってますよ。だって普通黒結果出たらあれ、占いってローラーされるじゃん。だから、三神って余裕があるなと思ってるから、こう強人だと思ってるから、四六どっちか行きたいなとは思ってますけど、私は、まあ、昨日七投票してない六に行きたいなとは思ってます。二番さんどうでしょう？一番のプレイヤーが発言します。まあ、いろいろ言われたけど、まあ、部分的に今は伺ってなくて、普通の勝ちからと思ってます。ね、七黒結果が出てて、ごめんなさいね。七黒結果が出てて、4番がローだった場合、昨日の1周目で、2周目か、4ゴール、4番さんに返すのもめんどくさいから、もう、それはもうなしにして、自分が言いたいこと言わせてね、4番さん。4番さんと5番さんが、5がローだった場合、4ゴールローを提唱してたけれども、それがない結果、七黒で、4番がもしローだった場合、47ローだった場合っていうのは、5しか出てない状況下で、4番があそこで平和村にする盤面ってあんのかなって思ったから、あんまり盤面的に見てないっすね。かな。はい。あと、4番が7番の相方で、1を疑ってるんだったら、1を落とす思考で、最初から1を釣ればいい進行を取ればいいはずだけれども、とりあえず7を落としてから1の精査に入る機能の視点っていうのが、4番がもしローだった場合っていうのは7の相方としてあんまり見えないかなと思ったから4も今単体的に外してます。単体精査と盤面精査で外してます。だから5、6詰めたら勝ちだと思ってます。はい、グレー行くんだったら6、占い行くんだったら5しかないです。はい、9ってマックス心境なんでしょう。そうなった場合って、5の相方が7ってのも全然あり得る。5番的のどこ投票ですか？5番も一応7番投票してるし、まあ、6、7ってのも全然あり得るからね、占い心境で。5で5が死んってのも全然あり得ると思ってるから。2番のプレイヤーが発言します。まあ、経験してみたら。占い釣り切ったら4日目まで行くけど、で、あとは4、6、1の殴り合いになるけど、まあ、村がそれを選ぶならグレーでいいんじゃない ?4、6、1でもグレーで行って、いいだろ。はい。ハングレーの4-6でも行きたければ行って。ただし3日目にね、決め打ちになるけど、それもまあ一つの勉強なんだから。グレー行って、グレーの中に強靭臭い人がいるなと思ったら、5番がローになるんだろうし。グレーの中にローがいるなと思ったら、5、9が新境だろう、新境だろうから、そこはみんなで考えながらね。まあいいんじゃないですか。みんなの意思がグレー釣りの流れだから、グレーでいいんじゃないですか。その代わり、リスクは3日目に決め打ちだから負けるリスクもあるよっていう。まあ、4日目に勝負を決めるか、3日目にね、リスクがある勝負を決めるかだけの違いだから。じゃ、行ってみますか。まあ、あとは3日目ね、悔いなく戦ってください。いろいろね、考えて。いいんじゃないですか。じゃ、グレー行きましょう。皆さんの流れがそうなんで。じゃ、行きましょう、その通り。悔いがない方を選びましょう。まあ、占いって3人殴り合うのもまあ安定策っちゃ安定策だけど、まあ行きましょうそれを。しょうがない。安定策が全てだとは限らないしね。まあ結構もうライン切ってる可能性もあるしね。
まあ、普通に入れてないだけなのか。まあ、行きましょうよ。グレーに。はい。以上です。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのかな？その疑いにはどんな根拠があるのかな？6番のプレイヤーが発言します。まあ、冷静に考えたら、4番さんのローメは高いけど、1番さん落とした時の4番さんの色っていうのが一番分かりやすいかなと思っちゃったんですよね。で、4番さんの僕投票って狼として投票してますか？そこがちょっと分からないんですよ。4番さんは安定で5番さん落とせば、75はなかったよねっていう発言をしたところで、僕はグレーに目を向けたところ、じゃあ76ローローに見えたんですかね、4番さん、5番さんは。だとしたら、俺が自らグレーに投票するようなことは絶対に言わないですけど、仮に僕が強人に見えたとしても、4番さんの投票って5番さんになるんじゃないですかね。と思いますけれども、1番さんが分かんなかったかなってところで、僕の視点をクリアするには1番さんが、8番さん隠し色だから、1番さんに投票し、残ったんですけど、4番のプレイヤーが発言します。6番が村なのであれば、1番じゃなくて4番に投票すべきですよ。霊能者がもう今日はもう46のラン、霊能さんがグレー詰めましょうって言ってて、基本的に1番が釣れる流れではないんだから、6番は4番に投票すべきだと思いますよ。あと5番がルナイスだったら偽だと思いますよ。だから1番オートでするかなと思いました。あとで5番の視点から4番投票はないと思いますよ。1番の話聞いて、4番の視点って9番強人でしょ？74ローローに見えるんですか？昨日の4番の発言が一番最後の発言で、みんなが7番釣り流れで、自分は1番のクロヨスを持っているにもかかわらず、今日は7番でいいですって言って、1番と戦う姿勢があるのに、まだ7番に投票する意味ないと思いますけど、ね。これは安定取れていいけど、5番は1番の話を聞いてまでも4番に投票できるのかわからないし、8番が若干強人に見えるので、明日は5番に投票したかった。でも多分この村はそれが納得できるでしょ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移る。その疑いにはどんな根拠があるの？一応で殴り合ってもらうしかない。気が済んだな。なんか、僕が多分黒塗りされたらただ負けるだけの展開。あ、415で殴り合う方が多分、投票が終了しました。議論の中で何とかする方が多分。追放されるプレイヤーは6番、6遺言を発表してください。でもね、多分黒塗りされて負けるんだ、これ。まあ、これで7番さんとの相方はないってことなんですけれども、そうすると5番さん目線っていうのは、14か。どうなんだろうな。1番さんも占いの神経をつけず、今日グレーに行くんだったら、別に1番さん含めても全然いいと思ってるし、カングレじゃないけどさ、まあ、9の神経もあると思うし、それで。まあ、9が強人だったら1番さんで黒か白かわからないんだけども、いやー、でも1番さん落としたのがクリアだったかなと思うんですよね。5番さん目線も僕が、5番さんの犠牲が分かるのか、芯が分かるのか。4番さんとはまだちょっと戦えたかなって勝手に思ってるんですけど、どうですかね。少なくとも4番1番なんで。普通に4番さん投票してよかったなと思ってますね。自分村なんで。だけど普通に相手の方は投票しちゃったから、まあ、しょうがないですよね。いや、俺が犬木の黒だけじゃないから、村が生き残った時の動かないで、折れずにそのまま言ってください。絶対に黒だれんだよ。まあ、9が2世だったら1、4、5が2世、最後の戦い、みんなが悔いなく頑張って、強人がいたかもしんないけど、少なくとも1、4の精査はちょっと難しいですね。なんか4、4、3、結構真っ当なこと言ってる感じはしますけど、結構低かったんですよ、やっぱり4番も今日の発言で。まあ、もうグレー行って、見るっていう。俺がわざわざグレー生産に持ってくかな。手出してるから。夜が更けました。しょうがない。もう村がそれ飲んでるのに。人狼に気をつけてください。5級だとは言い切れないからな。強人だとは確信できない盤面で。
まあこの村が納得するためにはグレーズリだよ。そっちを選んだよ。間違ってるかもしんないけどね。4日目まで行く方法を取るべきだとは思ったが。昨夜追放されたのは村が納得できるかどうか。人狼ではありませんでした。負けても納得できる方法だったらもう納得でしょ。俺もこのミスをしたのは、これを選んだのは自分もミスをしたんだから。昨夜は自分もこのミスをした。1名の方が亡くなりました。最終決戦決めてくれ。4番のプレイヤーが発言します。おー、4角白にしてくるんだ。ドラマチックだな。黒ってくれたらすごい分かりやすいんですけどね。ドラマチックな戦いだな。まあ、多分8番の巨人ってないんじゃないかな。5回1にいるっていう、まあ、つまりライン切ったと。自分の視点からしたら、8巨人なかったら1から釣って5釣ったら勝ち確定なんですね。話聞くべきだよ。多分4番、でも自分自身の巨人ないと思うんで、発言から。まあ、100% の勝ち筋は、8巨人捨て捨てるんなら1、5の釣り切りなんですけど、5、新、1、7、ローだった場合はちょっとめんどくさいですけど、どうなんですかね。あ、どうかな。まあ、9番これ投票するのは多分6番が1投票してるから死にに行ってるからみたいなことどうなのかなとか思うけど、まあ、一応聞きたいですけど、まあ、5番がね、ずっと4番に投票してたのは何なのか聞きたいですけど。で、どうなの ?5 番にせなら4黒の方がなんか安杯な気もするけど。まあ、4黒ったところで1の票はもらえないかな。もらえないから、まあ、1番の発言してるから。痺れる試合を楽しんで。5番か1番にしかローはないと。まあ、5番が死んだらば1番がロー。自分の意思だけ言ってるんで、まあ、1番の色って、ほぼ無に等しいんで、ただ1番は4番の、4-7がない要素を言ってるだけで、1番の色って、あの無色なんで、何も要素をつけないんで、何も返答ないから。返答する気はないと思うんで。納得してくれ。まあ、基本的には、まあ、5番の方が、5番の方が発言的には偽っぽいと思ってるけど、1番は無色すぎてわからないんでね。5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。昨日4番さんが1番さんと戦う姿勢を見せていったって言ってたんですけど、まあ僕の取り違えだったのかもしれないですけど、なんか1番さんを僕はどっちかというと白置きしてたように見えたんですよ。なので色が見えてる狼かつ 1日目は7番さん釣る流れだったけど釣りたくないっていう気持ちが出てっていうところなのかなと思ってたんですけど、白でした。なので、1番さんが狼ということになりますね。なので考察としましては、とりあえず、相方身内切りしておいて色を見せておいて、自分は白くなるっていう流れだったのかなっていう感じですかね。で、9番さん強靭なので、そうですね、このまんま僕釣られると確実に負けちゃうので、今日は1番さん行っていただければ、終わりですね。村勝ちです。1番さん行ってください。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、随目線出しますね。今からとりあえず、4番さんとりあえず強靭じゃないと思います。まあ、占い師に対してくれてあるので、なのでちょっとこれ僕に皆さん委ねてほしいです。僕強靭です。あえて言っときます。これ強靭です。でもこれ強靭っていうのは間抜けな やつじゃなくて強靭って言ってるんで、わかりますよね。強靭ですっていうのはこれちゃんと汲み取ってくださいね。僕はなんで強靭ですっていうか、村の場合もあるんでしっかりと覚えててください。で、1番さん今日ごめんなさい、釣られてください。これ1番さん釣られることによって黒目線、占い黒になりますよね、1番さん目線も。で、占いは占い噛むしかないです。もしくは8、4、8のどっちか強靭を噛むしかないので、縄がある状態なんです、今。ですので、1番さん、ごめんなさい。釣られてください。すいませんね。で、9番さんも、それちょっと飲んでください。9番さん目線は5黒なんで、で、5番さん目線も1、9。9番のプレイヤーが発言します。91して飲めねえだろ。飲めるわけないでしょ。うん、8番さん強靭だって、1番さん釣られたらもう PP で負けですから。負けですからね。はい、飲めませんよ。はい。で、5番さん目線は、17ローロー、うん、で、しかないんで、ね。うん。で、1番さんは、じゃあ、17ローローで、7番さんを釣りをして、7番さんに投票したわけですが。そんなわけないでしょ。はい、今日は5を言ってください。はい。それ以上言うことないっす。はい、まあ、5番さんは1番さんに戦う相手を決めたという形ですかね。8番さんガチ強靭だね、多分。
はい、今日は5番さん行ってください。お願いします。あ、まあ、1号の欄で5番さん行ってください。1番のプレイヤーが発言します。でもさ、強人だって8も4も強人ないと思いますよ。私の視点って、ね、は思うんだけど、グレーに強人がいる視点になるんですよ。だって5番が生き残ってて終わってないんだ、 から、はい、5番さんローで、あと5番さんの偽要素を上げるとするのであれば、あのね、私7番さん落とすときに7番さんが白結果だった場合、強人目っていうのを否定して白だったらスムラだと思いますよっていう精査まで落としてて7番落としてるからね。ただ強人目を否定しててこの人に関してはスムラかどうかどっちかだと思いますっていう視点をちゃんと一番精査、この中で一番精査を述べて7番落としてる人物だと自分の中で自分で自負してるから、そこに対して、6番が1番に対して、6番は1番落とした方がスッキリする視点で言ってるけれども、じゃあ1番が、7番に対してそこまでの精査を落としているのであれば、6番目線、1番を強靭に置きするのではなく、1番を、普通のスムラだと思って1番を落とすのではなく、6番が4番を落とす視点に立つはずだから、グレーの中で強靭がいるのであれば、6番だと思ってるから、私は自分釣りでも OK です。4番がもし強靭だった場合って、昨日の発言で5番に対して5釣りからでもよかったけどねっていう発言を残す必要ないと思ってるし、8番に関しても、初日の1日目の1周目で、まあ、自分陣営の側の優位に立つようにしますっていう行動をしている人物で、5番が出てきた後に、その発言をして、9番は、8に白出てて、あ、まあ、9番シーンだからあれなんだけど、8がもし強靭だった場合の進行って弱くねって思ったからいいっすよ。いいっすよ。1番目強靭なのこれ。1視点全が比でも5じゃね？何これ、5番も残して 1は5番押さないの。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了。8番だったな、村人陣営の勝利。8強人だったか、うん。